海ゆり砂は極秘動物門の海分類群の一つで、海ゆりや海しだと呼ばれる海洋性の生物が属する群である。1海回から6000メートル級の深海まで広く分布する。名称はギリシア語のクリナンユリードのようなものより、ウニやナマコと同じ極秘動物の一群である。ゆりの名の通り植物に似たく木のような構造を持ち、その基部で木物に付着している。 しかし大部分の原生種では、陽性の時のみ固着性で、生態になると自由遊泳性へと移行する。原生種としては、約650種が知られているが、海ユりズナには、かつて大繁栄種化石種となったものが多い。古生代中期後期に形成された石灰岩の中には、その大部分が、海ユりズナの生物の意外からなっているものもある。 ヘッケルのスケッチ植物でいうところの茎と花のような部位に分けられ、前者はそのまま茎、後者は幹部と呼ばれる。茎は多数の石灰質性の小骨からなり、中は肉質組織で満たされている。器官の大部分は幹部に集中しており、工述する海しダメでは生態になると茎が消失して幹部のみとなる。幹部には半球状の額と呼ばれる部位があり、 その周りに放射状の5本の腕を持つ。この5放射相称の体制は極秘動物の特徴である。ただし多くの海ユリズナの生物は腕が分岐しており5本以上の腕を持っているように見える。さらに腕の両側には羽枝と呼ばれる付属構造があり餌の効率的な接触に役立っている。額の上面は口盤があり口と肛門が隣接している。 このような配置となるのは、海リズナの生物の消化管が、有事方をしているためである。日傘海シダの口盤左の星模様が口と、植溝右の濃色の都市粒が肛門なお、腕が二差分子する点では、雲ト毛類のテズルモズル類に似ているが、海ウミリ類では、腕の基部でよく分子し、先端はあまり分子しないので花びらのように見えるに、対して、 手ズルもズル類は先端に向けてどんどん枝分かれするので大きく線形に広がる。海ユリズナは死有遺体で体外受精による有性生殖を行う。オスの個体が生死をメスの個体が卵を放出するとそれらが潮流に乗って運ばれ受精の後に陽性となる。発生過程としては海シダ目において3型の陽性が知られている。有泳性。 非接触性のドリオラリア妖精が、器物に着生し、ついで茎のある、シスチジアン妖精、ペンタクリノイド妖精へと、形態変化する。ペンタクリノイド妖精は成熟すると茎を切り離し、有泳性の生態となる。種ごとの異はあるが、受精からおよそ10から16ヶ月で、生殖可能な生態となる。妖精を一時的に保育する種も知られている。 他の4名の発生過程はよくわかっていない。腕を広げる海ゆりと、海ダウ海シダ類は旋回にも分布し、腕による遊泳や腕の下側の巻枝による歩食運動を行う。一方、夕柄海ゆりは100メートル以上にのみ生息する。日本では鳥の足が最も浅い水域に見られる。夕柄海ゆりは普段は植物の根のような、 あるいは盤上の茎末端で器物についているが、茎を引きずって腕による移動は可能である。両者とも腕や羽枝を広げ、有機物粒子を捉えて食べる。他の極秘動物と同様に再生能力が非常に高く、腕はちぎれても再生する。2005年には西インド諸島のグランドバハマ島の近海で海底を高速で移動する夕柄海ゆりが報告された。 夕柄海ゆり類が移動することは古くから知られていたが、その速度はせいぜい時速0.6メートル程度であった。この種は現地調査にて時速140メートルを記録したと報告されている。なお、化石種では根の部分に浮きを持って浮遊するものが知られている。アーカンソー州産の海ゆりの化石海ゆり砂の出現はオルドビスキであり、 同じクリナズアに属するヤシストイドと呼ばれる、祖先生物群から進化したと考えられている。極秘動物の祖先群としては他に、イアクリンイドがあるが、この群は名称に反してウミユリズナの祖先ではなく、ブラスタスアに属し、ペルム期まで栄えたブラストイドの祖先とされている。ウミユリズナはその歴史の中で波乱の経緯をたどっている。オルドビスキに出現した直後には、 急速に生息域を拡大したものの、ペルムキ末期の PT 境界で、絶滅の危機に瀕し、古生代に栄えた海リズナの大部分はここで耐えた。少数が三条期以降に生き残り、中生代に再び放散、原生のものに近い柔軟な茎を持つ種が出現したと言われている。いくつかの化石種、例えばペンタクリニテス属の海ユリは流木などに付着していたらしく、 完全なコロニーがしばしば発見されている。これはコロニーごと流木が沈み、化石化したものと考えられている。ペンタクリニテスの茎は数メートルに達するほど長い。一方、深海を中心とした穏やかな環境に住む原生の近縁種では、茎は非常に短い。大部分の原生ウミユリズナは自由遊園生のウミシダ類であり、生態に茎はない。 原生種のみならず、マースピーツェ、サクコマ、ユンタクリネス、テラコマといった化石種の海しだも発見されている。これらの化石の多くは、ドイツのババリア州、ゾルンホーフェン地域にある、ジュラキの石灰岩生地層や、アメリカ合衆国カンザス州ニオブララの白亜紀層から出土している。一方、ユーガラウミユリの化石は、多くの地域で発見されている。海ミユ砂の変遷は、 極秘動物において、露化接触がどのように進化したかを示すものでもある。ウミユリズナの生物のほか、前述のブラストイド木器を持ち、露化接触を行う極秘動物で、古生代の層から多く発見されている。このグループの化石は、種類、絶対数ともにウミユリズナをしのぐ量が出土しており、当時の海底では、ウミユリズナと競合関係にあったと考えられている。 しかしながらブラストイドは PT 協会で絶滅したため、その末裔は現存しない。海ウ,ウリズナの,の生物のみが接触様式の進化を知る手がかりとして、現在も生きているのである。海ウ,ウリズナの,の生物は過去に大繁栄したものの、現生種は650種程度であり、その9割が海シダメに分類される。残りの1割がありがラウミユリ類であり、4目に細分される。 ここでは、現世の分類群のミリスとする。絶滅群は、冒頭の分類表を参照。ありがとうございます。